はい、では本当に、最後になりますが、改めまして、今回、東京消防庁に、合格された、3名の方、本当におめでとうございます。そして、合格のご報告の連絡をいただき、本当にありがとうございます。大変嬉しかったです。皆様と4月から、消防士として、スタートできることを本当に嬉しく思います。大変光栄に思います。はい、そしてもし今後ですね、後輩と言っていいのか分からないですけど、視聴者さんの中で、少し気になっている点があるというならば、ぜひ東京消防庁やその他消防本部についてお話を、聞かせていただくことがあるかと思いますが、その時はぜひ協力していただけたら、嬉しいなというふうに思います。助け合いで、やっていけたらなというふうに自分は思っているので、その時はぜひお願いします。はい、ということで本当におめでとうございましたという、皆さんへの報告でした。ご視聴ありがとうございました。